皆さんこんにちは、ひまおチャンネルの葵とひまひまです。2人合わせてひまあおです。急でしたね。ごめんなさい、ね、忙してしまいまして。あれ、ひまって誰かなって一瞬無茶振り使ってくれてありがとうございます。全然大丈夫です。やりたかったんだよ私。無茶振りしか勝たんです。無茶振りしか勝たん。ということで今回はひまちゃんがゲストで来てくれました。ということで今回は夏服でおソロコーデをしたいと思います。もう超楽しみね。で楽しみ。そうそう。で冬の時はリボだけで買ったんですけど、今日はねもう原宿に来てて、あのいろんなお店があるので、そうだね、あのウィゴ以外にもいろんなお店見ていきたいなと思います。はい、それでは続けていきましょう。ピロリーン。ピロリーン。行きましょう。行こう。なんかさ、アクセサリーめっちゃ可愛いんだけど。そうね、可愛い。これさ、うん、ぴったりしたの流行ってるよね。なんかあね、ピタティっていうの、ちっちゃめのさやつ流行ってるよね。そうだね。友達とビゴで買ったって言ってなかったっけ。そう、私これこれこれね、買ったんできた。あ、ここにも制服みたいなのいっぱい売ってんだね。本当だね、可愛い。すごい制服売ってるって。カバンかわいいね。てかさ、うん、ロッカーみたいじゃないこれ、学校の。確かに、かわいい。こんぐらい大きいロッカーが欲しい、ね、あの荷物が多いんで、私。そう、私も。こういうのもかわいいけどね、なんかピタッとしてる、はいね、韓国風の。こことかにもいっぱいあるんだ ね。で、ひまちゃんの彼氏目線。彼氏目線。あ、まるまるくん、めっちゃ上目遣いじゃん。でもっと上目遣いしとく。もうこれさ、あのひまちゃんのお父さん目線だよね。あ、かわいいじゃん。かわいい、これ。え、かわいいね、それね。すごいな、シンプルもかわいい。え、どうしよう。こういうさ、カーディガンもかわいい。あ、ね。でも、あおりちゃんがあんま着てるイメージない。あんまりね、こういうの着たことないよね。あ、花。かわいい。お、花。音大丈夫かね。思った音楽。え、ゴブゴブってんの。めっちゃ売ってんじゃん。めっちゃ売ってない。かわいい。え、見て、これめっちゃよくない。え、めっちゃいい、これ。すごい。なんか揃っててかわいいね。ね、文房具大好き。ね。どうしますか、ね、あ、どうする。こっちも見てみる。そうだね。見て見て見て。イエー。身近に股になっちゃった。パパに怒られる。ごめん。ごめんね。ごめん。痛くないのに痛って言って。結構ちょっと毛と違うもんね。今ちょっとね。あ、かわいい。でも一着しかない。ね、一着しかない。ピエン。ピエン。ピエン。PN、ワンピースみたいなやつあったじゃん、なんかあのここのあれがすごい可愛くない、これ。ひまちゃんすごい似合ってた。黒もあるよ。黒もあるんだ。なるほどね。可愛い。これ可愛くない、これ。これにポニーテールしたい。わかる。え、これ良くない。可愛い可愛い。黒と白だったらどっちがいいか、せーので言うわ。でも夏だからなって思うけど、白がいいけど、これね、シャツつけそうなんだよね、結構。あー、じゃあ黒の方がいいね。そうなんだよ。でも黒にするとさ、ちょっと地雷っぽくなっちゃうね。まあでも、でもさ、言うてじゃない、だってクマでしょ。うん。え、かわいい。おひまさん、かわいい。フリーサイズだ。え、かわいくない、これ。かわいい。かわいい、かわいい。いいね、これ、うん、これいいね。え、かわいいね。かわいいんだけどさ、お金丸見えだね。お金丸見えだね。でもほら、すぐ所持金チェックできるね。でも他の透明じゃないやつも可愛いね。うん、可愛い。とりあえずさ、アクセサリー系買っとく。可愛い。可愛い。迷うね。うん。こういうやつも可愛いけど。ね、確かに。
あれめっちゃ可愛いかも。あねね、これ超可愛いよね、これ。あー可愛い、それする？これさ、欲しくてさ、ずっとさ。する？え、でも合うよね。合う合う。これでさ、あ、分かった。何が分かった？これしたら可愛いんじゃない？あ、花ってくるね。お花とお花で。いいね。あ、かわいいか。くまちゃんから。どうなんだろう。すごい看板とかなのかな、これ。ズボンかわいいな。最近自分の丈の長さにぴったりのやつをさ、うん、探してんだけど、なかなかなくてさ。はい、とりあえず決まったんで試着してみます。はい、行きましょう。行こう行こう。はい、選べたので早速買っていきたいと思います。はい、結果見事で全部買ったね。はい。じゃあ買ってみます。はい、買ってきました。見てください。下履いてるよ。下もお揃いだよ。下もお揃いです。ズボン、靴下も、靴下も、靴下も、靴はもともと似てるやつ。結婚しました。イエーイ。いいね、赤髪の毛もだ。はい、はい、髪型も変えました。はい、って感じでお揃いにできました。いい感じ。うん、ワンポイントは可愛い、シンプルで、ね。小池買うので初めて。私も初めて。やったね。やった。大体ね、これ全部含めて7000円ぐらいでした。はい。で、他のお店見ようと思ったけど、うん、あのウィゴーの服がね、ちょっと可愛いものがありすぎて、ね、ウィゴーで全部済ませました。見つけちゃったからね。それはしょうがないんだよ。こんな感じです。こんな感じです。ハモった。ハモったね。はい、ということで今回はひまちゃんとウィゴーでおそろコーデをしました。はい、夏バージョンだね。うん、楽しかったね。楽しかったね。めっちゃ可愛いのも買えたし、でも、うん、すごい時間かかったね。そうだね。でもなんか前よりは悩んでない。そうだね。うん、そう、あの冬バージョンの、うん、あのおそろコーデも前、結構前だよね。そう、結構前。そう、やってるので、よかったらそちらも見てみてください。見てください。じゃあまた、はい、やりたいね、おそろコーデ。楽しかった、ね、めちゃめちゃめちゃ楽しかったし、しかもさ、なんか前回とはまた違う雰囲気でいいんじゃないでしょうか。そう、ね、前回オーバーオールみたいな、なんかスカートスカートにパーカーだったから、うん、今回そう、ね、そういう感じのかわいいでした。ひまひまチャンネルさんの方でもコラボ、どひまひまチャンネルさんの方でもコラボ動画が上がってますので、はい、よかったら見てみてください。はい、概要欄に貼っておきます。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバーイ。めくったらあるよ。めくったらあるよ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。